どうも、FF14 もプレイしたことがある、ニャンニャンクリーパーです。はい、今回は、セルビナに向かいたいと思います。ちょうどですね、船が来ていたようで、はい。で、これから乗ろうかと思うんですが、とにかく到着済みの状態なんで、いつ出発するのかわかりません。ちょっと今急いで、ここに向かいました。NPC に話しかけて、強制移動ですね。はい、ゆっくり歩いてますけど、ほんとこの作業、イライラしますよね。はい、特に急いでる時、早くしてよって思いますよね。はい、果たして間に合うのかどうか。いやー、こんなことしてる間にね、クリムゾンの足に履き替えた方が良かったんですけれども。はい、ごちゃごちゃやってる間にどっかで引っかかったら嫌なんで、そのまま走ってきましたが、なんとか間に合いました。一応、出発まであと2分。はい。よくこのね、船で、セルビナ向かう人、同乗者いっぱいいましたね、当時は。はい。もう今ではもうほとんどおりません。あとは釣りする人とか、ね、そういう人が乗り込んできたり、はい。する人が多かったと思うんですが、今は誰も乗らないですね。この真裏自体は人が多いんですけれども、まあ、船を利用してセルビナまで行こうとする人はいないです。はい、じゃあとりあえず、誰もいないんで白い装備に切り替えました。あれ、今マクロってなんかいろいろできるんですよね。なんだっけ。いくつかしか指定できないから、一回のマクロで私、一発で着替えられないんですよ。はい、黒い装備。黒い盾が、何かのイベントで強制的にモブポストに入ってたんで、もらいましたけども。やっぱナイトでは鎌がいいかなと思ってます。はい、ナイトではっていうか、暗黒騎士に見えるような、装備が好きなんで、はい、カバー背負ってたらもうこれね、暗黒騎士だと思われる。はい、で両手剣、まあ両手剣はあまりね使う人少なめかな。暗黒騎士ってカバーが多いですよね、強い武器として。両手剣はナイトでも使えますし、で今はいろんなね、カバというか、モブキングがたくさん増えましたからね。便利な世の中になったかと思います。はい、とりあえずはやっぱり白い装備がいいなと。盾は外した方が武器が目立つんで、ね、盾のない装備も、盾のないバージョンもいいかなとは思ってます。はい、とりあえず船が出航しました。乗るときって乗る目的っていうのは大体クエスト関係、釣り関係っていうのが多かったと思うんですけども、まあ私は釣りはね結構やってたし、あとはクエストで海賊の骨が落とすアイテム狙いとか、あれもレア EX じゃなかったかな。だからなんかアクセサリーでレア EX って少ないっていうか、NM が落とすやつだから。はい。だからそれも私の、おしゃれ装備の一つとして狙いに行ったことがありましたね。はい。で、船に着いて、扉開けて、お店があって、で、ようやく船の看板に出ます。これいきなりね、NM だから強烈なタコのやつがいて、大惨事になることがあるかと思うんですが。はい、今はただの雑魚、タコですね。はい、ウィンダスが見えます。あ、ウィンダスじゃない、ただのブブリムだと思います。引く手に乗ってるとちょっと勘違いしちゃいました。景色はまあまあ、太陽も出ております。ゆっくり進んでいます。ああ、そうそう。船に乗る目的の一つとして、その、海賊なんですが、海賊が出るかどうかっていうのが、もう乗り込んですぐわかるみたいですね。あれ、何でしたっけ？何
何かで分かるんですよ。釣れる魚だったかな、とりあえず何かで、はい、それが分かって、だから海賊が出ない路線だと分かると、もうすぐデジョンする人がいましたね。それとあと海賊狙いで来た人で、まあとりあえず海賊が、まあ、時間経って離れていなくなるんですけれども、条件があって、なんだっけな、もう一回海賊の出る船に乗ることができるっていう裏技みたいなものがあって、海賊と戦った後、船が到着する何分か前にログアウトするんですよね。で、時間になってログインするとまた船の上なんですよ。で、その船の上がまた海賊船なんですね。だから海賊の路線に常に乗り続けられるっていう、はい、そういう裏技がありました。いや、今それができるかどうかちょっとわからないんですけど、おっと、Windows の木が見えましたね。やっぱりあれ、Windows を示してるんでしょうね。星の大樹でしたっけ。はい。あ、まあ、そんな感じで、海賊船に乗り続けるっていう裏技がありましたんで、私もちょっとそれ使って、海賊のお守りだかなんだかわかんないですよ。そんなアクセサリーを狙いました。あとは海賊船が出るときにしか釣れない魚もいたでしょうから、そういうのを狙ってる人も、そういう技を使って釣ってたんじゃないかなと思います。シーゾンビでしたっけ？なんかそんなのがいたような気がします。それと、あと対空砲の釣り竿を、わざと折って、わざと折るっていうか、なんだっけ、レベルの高い魚を狙って、で、釣りが失敗した時、竿が折れるんで。で、折れた釣り竿を光のクリスタル使って、木工スキルを上げるという、はい、そういう人たちがいましたね。で、それって結構危ない、当時は危なかったんですけど、今はどうかわかんないですよ。合成してる時に、エリアが変わると、要するに、セルミナに着きましたってなっちゃうと、その合成がキャンセルされて、素材がなくなっちゃうんですね。完全なロストですよ。対空砲の釣り竿って、ほら、折れたやつを直すときに、光のクリスタル使ってやるわけですが、たとえ失敗しても、折れた対空砲の釣り竿はロストしないんですよ。なのに、このエリア切り替えだけには勝てない。はい。ロストしちゃうんですね。それでも、事故った人、それなりにいるんじゃないですかね。あとは、昔の合成は、辻ケアルとか、仲間の支援を受けた時に、やっぱり同じように合成がロストしてしまうと。今でもあるんですかね、もしかしたら。それが起きにくいように、辻ケアルは受けられないようになってたんじゃないかと思うんですけど、合成中はですね。ただ、パーティー組んでたら確かダメだった気がしますね。それでも支援は受けちゃうでしょうから。それもそれで、いろいろ、いざこざがあったんじゃないですかね。FF11 も、まあ、いいとこもあれば悪いところもあるんで、特に人間関係とか、はい。もう、殺伐としてた部分はあるでしょうしね。もうね、他人のプレイヤー、プレイスキル、いろいろあるんでしょうから、なんでケアルしないのとか、はい。なんで挑発しないのとか、はい。いろいろあったと思います。ということで、長いですね。なかなかセルビナにつかないんですが、どうやら、私この後、到着時間を調べようかと思うんですが、飛空艇と違って船って結構かかるんですよね。はい。だからたっぷり釣りができたり、なんでしょう、その折れた対抗棒の修理とか狙えるんだと思うんですけども、いや、ちょっとそんなに長い時間待ってるのもなんなんで、はい、じゃ今回はちょっと、動画をカットさせていただきます。はい、カットしました。
はい、さすがに20分近くですね、喋り続けるのも結構辛いので、はい。で、もうすぐセルビナに着くようなアナウンスが流れるんですけれども、ちょっと地形も変わってきましたね。はい。いやー、とにかくこの船旅も。あ、そうそう。これ20分かかるけど、新エリアの、アトルガンに行く時の船も結構かかりますよね、あれも。真裏セルビナ間よりもっと遠いですから。でも実際どうでしょうね。そんなに人を待たせるのかどうか。ああ、アトルガンの時大変でしたよね。みんな一斉にログインしてアトルガンに向かうから、その船、すごい混雑してたと思います。人数制限はさすがになかったと思うけど、どうですかね。そのエリアにね、許容数オーバーだったら弾かれたのかな。もしかしたらそういうのがあったかもしれないけれども。まあ、みんな、いち早く新エリア行きたいですからね。あと他にも船ありましたっけ？まあまたアトルガンはアトルガンで別の船のルートがあったと思うんですけれども。まあね。結構当時はいろんな移動方法ありましたよね。ということでセルビナへもうすぐ着きます。セルビナでサポジョブ取った人。いっぱいいるでしょうね。私は Windows で頑張って撮りましたが、セルビナの方が楽でしたよね、きっと。はい。まあ、Windows 国民以外は大体、ね、サンドリアとバストゥーク国民はセルビナがメインですから。はい。はい。ということで、セルビナに着きました。では、次回は、セルビナの、散策動画となりますので、はい。以上、ニャンニャンクリーパーでした。